おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。今回は、川越線の南古谷駅と、駅東側にある川越車両センターを、プラレールで再現してみたいと思います。では、行きまーす。まずは、2面3線の駅を作ります。川越方面に、各種ポイントレールをつなげます。大宮方面にもレールをつなげます。古線橋、車止め、信号機、駅舎を設置したら、南古谷駅の完成です。それでは、駅東側にポイントレールをつなげ、踏切を設置したら、川越車両センターを再現してみます。大体完成したので、信号機や信号場設置、車止めも取り付けます。実物と同じようにレールをつなげ直したら、車庫を設置します。これで川越車両センターは完成。道路を敷いて、ステーションパネルで建物を作り、木屋架線を置いたら完成を見てみましょう。どうでしょうか？川越線、南古谷駅と、川越車両センターです。早速車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？駅はそこまで大きくはありませんが、車両基地に車両を並べると、迫力があります。205系がたくさん並んでいた時代が懐かしいですね。他にも再現してほしい駅がございましたら、ぜひぜひコメント欄にて受け付けております。それでは走行動画をどうぞ。まもなく南古谷、南古谷、折れ口は左側です。The next station is 南古谷。The doors on the left side will open.